1月24日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。1月24日生まれの方は生まれつき社交的で大胆な方ですので、怖いもの知らずといった印象を周囲に与えますが、内心では新しい挑戦に踏み出すだけの自信がなく、自分の潜在能力を十分に発揮できないまま終わってしまうこともあります。どんな障害が来ようとも決して屈しない心を持つ活気に満ち溢れたリーダータイプの方です。とてもパワフルで明るい性格の持ち主ですので、周囲の人たちを無意識に元気づけています。細かいことは気にしない主義で、物事を大きなスケールで捉えます。たとえ厄介なトラブルに見舞われようとも、めげずに最後まで貫く姿は多くの人を引きつけます。その力は成長とともに強くなり、誰にも負けない実行力が養われます。それにより自然と慕われることも多くなりますので、指導者として周りを引っ張っていく大きな存在になります。また子供のような純粋な気持ちを持っていますので、興味があることには全力で取り組もうとします。物事を広い視点から大きく見ることができ、周りが見当もつかないような発想をすることもあります。そのポジティブな考え方が周囲に活気を与えています。華やかなオーラを持っていますので、その存在だけで周囲の人に魅力的に映ります。好奇心豊かで親しみやすい性格から、さまざまな分野の人でもすぐに仲良くなり、その熱い人望は周囲の比ではありません。たくさんの人から愛されますので、常にグループの中心にいます。そして嫌なことや辛いことが起きたとしても、気持ちをすぐに切り替えることができる方です。生まれながらに強い運が備わっていますので、持ち前の活気と気力でどんなに不利な局面でも乗り切ってみせることができます。状況が不利であればあるほど、ピンチをチャンスに変えていける能力を発揮していきます。粘り強くへこたれない根性がある方です。誰もが実践しているようなありふれたやり方をあまり好まず、独自の発想で自由に表現できる力を持っています。その斬新で新しい手法に周囲は驚き、さらなる魅力を感じます。自分のアイデアを実行するための駆け引きも得意とし、相手を不快な気持ちにすることなく、物事を思い通りに運ぶことができます。ただし、おおらかで優しい性格をしている反面、プライドが高く傷つきやすい一面も持っています。リーダーとして周囲を引っ張っていく以上は、心ない言葉を投げかけられることもあると思いますが、一度落ち込んでしまうと精神の安定が崩れ、
高圧的で嫉妬深く、せっかちな短所が現れてしまいます。そうなる前に、一人でゆっくりとリラックスできる時間を確保するようにしてください。今まで積み上げてきた人望が崩れかねないことになる前に、事前に対策を取ることが大切です。恋愛運、持ち前の明るさで友人をはじめ周囲の異性を虜にする魅力を放ち、人を楽しませるのが得意なタイプの方です。新しいアイデアを共有できる知識ある仲間との交流を好みますので、最新情報や実用的な能力に磨きをかける集まりで恋人を見つけるチャンスに恵まれます。惚れっぽくすぐに熱くなるタイプの方ですので、恋愛でも素直さと行動力を生かして好きな人に積極的にアプローチします。早急な答えを求めすぎて相手を困らせてしまうこともありますので注意してください。相手の状況や気持ちも考えて行動することが重要になります。また交際が始まるとパートナーに対してわがままになり、自分勝手な行動をとってしまうことがあります。ネガティブな態度をとると恋愛関係に歪みが生じるため、調和を意識するようにしてください。相手に対し横暴な態度をとらないように注意することも大切です。恋愛において嫉妬深いところもありますので、相手を束縛してしまう可能性もあります。あまりにも自由を制限されると相手も嫌気がさして冷めてしまうため、自分がされて嫌なことは恋人にもしないように常に意識してください。仕事運、人と関わる仕事が能力を最大限に発揮できる上に満足感をもたらします。人の心を読み取る能力に恵まれていますので、セールスや広告、相談を受ける仕事が向いています。上から指示されることが嫌いですので、人に使われる仕事は性に合いません。そのためリーダーシップを発揮できる地位で働くか、自由に働ける自営業に向いています。また独創的な感性と豊かな想像力を活かせる音楽や芸術、ダンスや演劇の分野でもその才能は遺憾なく発揮されます。同情心が強く洞察力もありますので、介護専門職やカウンセラーなどの仕事にも適しています。何か新しいことにチャレンジしたくなった時には外国に関わるビジネスに着目してみると良いです。注意点として、仕事でも短所が露呈してしまうと一気に信用を失い、個人で仕事をしていた場合には生活に直接影響が出ますので、人間関係を良好に保つことを重視する必要があります。媚びへつらう必要はありませんが、仕事であることをしっかりと意識して社会人としてのマナーを守るようにしてください。金運、組織をまとめるリーダーは社会的に地位が高いこともあり、本来備わっている才能も相まって恵まれた金運を持っています。生涯お金に困ることはなさそうです。人を引きつける能力と投資の才能も持っていますので、仕事以外の部分で思わぬところから臨時収入が入ったりしそうです。ただし楽をして稼ごうとすると金運が悪くなりますので注意してください。仕事に全力を注いで努力していくことで自然とお金を引き寄せることにつながります。
買い物をする際も自分にとって何が必要なのかをしっかり見極めることで無駄な出費がなくなり貯蓄を増やすこともできます。お金をきれいに揃え財布に入れるように心がけ、支払いをするときに心の中で感謝するなどしてお金を大切に扱うようにすると多くのお金がやってくるようになります。以上、1月24日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。